南北 264.2km の海岸線。この漁場にはいろんな魚がやってくる。豊かな海、秋田。そこから届ける自慢の魚をご紹介。ほーら、来た来た、魚来た。日本海に突き出た独特の海岸線を持つ男鹿半島。春先、ここ男鹿市にある椿漁港をひときわ活気づかせてくれる魚が、マダイ。日本海の荒波に揉まれた天然物。男鹿沖はマダイのまとまった産卵場としては日本北限。ピンクがかった白身。まずはお刺身、マダイの船盛りです。米どころ秋田の秋田小町で炊き上げた香り際立つ鯛めし。締めはやっぱりこれ、サラサラっと鯛茶漬け。魚の王様、マダイ尽くし、ご堪能あれ。八郎潟の残存湖にほど近い片上市にある片上漁港。ここで獲れる高級魚が秋田のトラフグ。船はまだ街灯の明かりが消えない頃に出港します。10キロほど走ったところで見えてくるのが定置網の漁場。水深約20メートル、来遊するトラフグの通り道に網を設置。魚の習性を利用して移動を遮り、網の奥へと誘導し、坂上の網を越えたところで取り上げる町の漁法。そうして取れた秋田のトラフグ。弾力のある食感がたまらないフグ刺し。噛めば噛むほどにうまみが増す焼きフグ。とろりと口の中に広がるクリーミーな白子焼き。日本海の荒波に揉まれ身が引き締まった秋田のトラフグ、一度ご賞味あれ。白神山地に抱かれた秋田県北部を流れる名泉米城川。水系全域が釣り場としても高い人気を集めている。多くの釣り人たちが待ちわびているのが4月1日に解禁を迎える桜マス。一般的に流通しているのはほとんどが海で獲れたもの。しかしここで紹介するのは川の桜マス。桜が咲く頃、産卵のため川を遡上してくる。警戒心が強く釣るのが難しい魚でも知られるだけに、出会えた時は感動そのもの。調理をしたら
縁にも再び感動は訪れる。まずはサクラマスの塩焼き。漂う香り、滴る油、ほろほろと口の中でほぐれ出します。旨味があふれ出した雑把汁、濃厚で深みのある味わいです。その他にも凍らせて食べるルイベという食文化もあります。シャリシャリとした食感がたまりません。忘れられない出会いとなる魚、川のサクラマス。釣りの醍醐味と食の感動、秋田の川、ぜひおいでください。秋田県南部を代表する出羽富士鳥海山。雄大な景色を背にした漁港、三ヶ星久方漁港。春先、この沖合で獲れるのがヒラメ。朝日が鳥海山を照らす頃、船は漁場に到着。ここで行われているのが刺し網漁。魚の通り道に帯状の網を設置。その網の目に魚のヒレやエラを絡ませて取り上げる漁法で、目標魚種のサイズに合わせて網の目は調整されている。そうすることで小型魚も保護でき、自然保護の観点からも有効な漁法。取れたてのヒラメ、美味しい食べ方は、わさび醤油につければご飯にも酒の肴にも至福のひととき。お刺身を洋風にアレンジしたら、ヒラメとフルーツのカルパッチョ。淡白な味わいは野菜や果物とも相性抜群。フライパンで火を通したら、バターが香るヒラメのムニエル。ふっくらとした食感が癖になります。上品な味わいの白身魚ヒラメをぜひご賞味ください。魚秋田。まだまだ久方の夏といったら岩牡蠣。鳥海山の伏流水によりミネラルをたっぷり含んだ好環境、その海で育つ岩牡蠣はぷっくり大ぶり。久方夏の風物詩。漁は素潜り漁。牡蠣おこしと呼ばれる重い鉄製のバールで岩に張り付いた牡蠣を剥がしていく。そんな岩牡蠣、まずは何といっても生で。アクセントにレモンを絞ってもこれまたうまい。みずみずしい食感とクリーミーな味わい、磯の香りが口いっぱいに広がります。まさしく海のミルク。ふっくらホフホフ、焼き牡蠣もたまらない美味しさです。醤油バターを加えると芳醇な味になります。チーズをのせるのも漁師おすすめの食べ方です。秋田久方の岩牡蠣、一度はご賞味いただきたい美味しさ。ぜひ
風光明媚な岩礁地帯と砂浜が広がる海岸線。そこにあるのが八峰町岩立漁港。夏の限られた期間に行われるアワビ漁。資源保護のため漁師が取る期間と量を定めている。磯の海藻を食べて育った天然物、大ぶりのアワビ。まずは歯ごたえのあるコリコリとした食感、アワビのお刺身。新鮮な食感をお楽しみください。肉厚なアワビのステーキ、火を入れると柔らかい食感に変わり、芳醇な磯の香りとバターのハーモニーが口いっぱいに広がっていきます。締めは贅沢な風味が漂うアワビの炊き飯。米粒一粒ずつに染み渡ったアワビの旨味がたまりません。天然アワビ、ぜひご賞味あれ。秋田県最南東部、湯沢市を流れる清流薬内川。そこで獲れるのが天然アユ。友釣りや刺し網漁が一般的ではあるが、この川では投網漁も行われている。網はきれいな弧を描き放たれ、水面にしぶきを上げる。手繰り寄せれば、そこには天然のアユ。清流の女王と呼ばれるアユ。炭火でじっくり20分、ふわっとした身のアユの塩焼き。清流の苔が育てた爽やかな甘い香りと、腹わたのほろ苦いアクセントが食欲をそそります。アユに味噌を塗って焼けば、アユの味噌田楽。味噌の香ばしさがたまりません。少し小ぶりなアユは唐揚げに、レモンを絞って丸ごと食べられます。清流で育ったアユ、ぜひご堪能あれ。魚来た。すすきが揺れる男鹿の秋。ここは男鹿半島の最先端部に位置する畑漁港。ここで獲れるのは秋が旬の鮭。船の上でも跳ねるくらいに元気な鮭。漁師おすすめの美味しい食べ方は、もう新鮮なうちにほら焼いて。新鮮な鮭を塩焼きに。ふっくらとした身で皮まで美味しい。ムニエルにするとバターの香ばしい衣とジューシーな鮭の身がよく合います。味噌仕立ての鍋も外せない一品。冷えた体に心底染み渡る温かい旨味です。男鹿半島で採れた新鮮な鮭、ぜひお楽しみください。男鹿半島南部に位置する船川港。透明感のある赤色が美しい赤エビ。漁法はカゴ漁。ロープに一定間隔につながれたカゴに餌を入れ、誘われたエビなどを取り上げる。漁師おすすめの調理方法とは、
まあやっぱり刺身ですよね、お刺身で、はい、お刺身。新鮮な赤エビ、甘くてプリップリな食感のお刺身はうまし。お刺身もいいけど、うん、味噌汁、味噌汁、はい、ちょっと贅沢なんですけど、あと塩焼きですかね。塩焼き、はい、パッと塩を振って一匹丸ごと塩焼きに。何匹でも食べられます。締めは出汁の効いた味噌汁、アオサを乗せれば磯香る漁師の鉄板汁。漁師の言うこと間違いなし。秋田県沿岸の中央部に位置する湖、八郎湖。ここで獲れるのがワカサギ。漁法は引き網漁法。2艘の船で網を引き、ワカサギを獲る漁法。網の中には金色に輝くワカサギが。美味しい食べ方は、ワカサギ独特の味わいを楽しむなら白焼きに、カラッと唐揚げ、塩を一振りサクサクホクホク、味と舌触りを楽しめます。そこにひと手間加えてあんをかけると、ワカサギのあんかけ。とろっとろのあんに包まれたワカサギは独特の風味を醸し出します。食べ始めると箸が止まらない八郎湖のワカサギ、たまりません。魚来た。朝方漁を終えた船がここ船川港に帰ってくる。船に積まれているのは水深800メートルから1200メートルの深海からカゴ漁で捕獲されたベニズワイガニ。山陰や北陸地方が有名な産地ですが、秋田沖にも好漁場があり、3月から12月が漁期です。陸揚げされたカニは港のすぐそばにある加工場で、新鮮なうちに丸ごとボイルに。漁師おすすめの美味しい食べ方は、そのままですよ、そのままパッて振って、いらないものをつけないが一番美味しいですね。茹でたてをそのまま、優しい甘みと旨味を堪能できる、たっぷり詰まったカニ味噌は濃厚な味わい。生ガニを手に入れる機会があればお刺身がおすすめ。みずみずしい口当たりと上品な甘さです。しゃぶしゃぶにすると身が引き締まりプルンとした食感。際立つ美味しさです。大型で身もびっしり詰まった秋田のベニズワイガニ、食べ出したら止まりません。秋田県の北部、八峰町八森漁港。寄港してくる船に積まれているのはウスメバル。秋田県内では通称赤テリとも呼ばれるこの魚はメバルの一種。特徴的なのがその食感。タイやヒラメのような白身に比べ、
歯ごたえがある。そして5箇所に浮き出る褐色の雲のような斑紋と赤い魚体。この日も陸揚げされた港は赤一色となっていました。その一角で新鮮な薄メバルをさばいていた漁師のお母さん。漁師の人がサンズステーク買ってくるから、スルーは温かいの塗で食べさせるの。体の芯まで冷え込んだ漁師たちに温まってもらおうと味噌汁を振る舞うという。俺は気ながないけどもみんな嫌だよと思うの。温まる。地域みんなで助け合いながら引き継がれていく。そんな目には見えないつながりも漁師たちを温めているのでしょう。男鹿市船川港。雪が降り始める季節、秋田の冬、港を一段と活気づけるのが県の魚、ハタハタ。冬の秋田で雷が鳴る時期に深海から岸に寄ってきて卵を産みつける。雷神様が使わした魚とも言われ、漢字では魚辺に雷や神でハタハタと書く。おすすめの食べ方は、なんといってもまずは塩焼き。淡白な白身のうまさとプチプチとした粘りのあるグリコの食感がたまりません。米や麹で漬けた伝統の味、ハタハタ寿司。発酵によりハタハタの旨味がギュッと濃縮。程よい酸味と弾力ある食感がやみつきになります。そして欠かせないのがしょっつる鍋。魚を発酵させることでできる秋田の伝統調味料しょっつる。ハタハタと冬野菜を一緒にひと煮立ちすれば完成。しょっつる鍋、江戸時代から続いてきた秋田の味です。長く県民に愛されてきたハタハタ、秋田の食文化を代表する味わいをぜひ。にかほ市この浦漁港。ハタハタ漁が終わるとこの地域にとって特別な魚の水揚げが本格的に始まります。冬の日本海沿岸における味覚の代名詞、マダラ。出漁は午前3時。海のしけが多いこの時期、月に10回出漁できるかどうかと漁師は神妙な面持ちで言う。今日の朝だよね。失敗できないのよ。気持ち的にはやっぱりワクワクするよ。入らなければがっかりするんですよ。それだけに一回一回の漁は貴重な機会。漁場に着いた漁船からは素早く網が下ろされていく。漁法は底引き網漁。水深200メートルの海底に扇状に網を広げ、それを船で引きずって魚を取る。水揚げされた網を解いた瞬間、大量の魚で船上が埋め尽くされる。その中にいました、マダラ。真冬の厳しい寒さの中、産卵のために回遊してくるマダラは格段に脂が乗り、
丸々と太っています。港に着いて船から水揚げされる魚、その後始まるのが長々発しと独特の掛け声が飛び交う競り。上がりで上がり、上がりの222番街交通、次の上がり、相次りの550番。魚卵を持ったメスが高値となる魚が多いのに対し、マダラの場合はオスが断然の高値となります。その理由は何といってもこれ、マダラの白子。秋田ではダダミと言います。まったりとろりととろける味わいで、この時期しか食べられない旬の味覚です。旨味がぎっしり詰まった焼きもおすすめ、マダラの白焼き。肉厚な身がふっくら柔らかく焼き上がります。そして欠かせないのがタラ鍋。プリップリの身と濃厚なダダミ、マダラのすべての旨味が凝縮されたスープ。まさにマダラ尽くし贅沢鍋をたらふくいただきます。冬のこの浦に欠かせないマダラ、特別な魚と言われるゆえんとは、生活、文化、歴史にも深く関係していたのです。それがかけよ祭り、別名たら祭りとも呼ばれ、海の幸への感謝と海上安全、大漁を祈願する近浦山神社の祭りです。350年以上の歴史があり、毎年2月4日立春の日に行われる祭りとして知られています。祭り当日の朝、近浦漁港には大きなマダラが次々と運ばれてきます。荒縄で吊り下げられていくマダラのお腹はぷっくりと大きく膨らんだものばかり。午前10時、近浦山神社へ向かいます。金宝神楽の演奏を先頭に10キロ以上のマダラを2人組で担いで練り歩きます。担ぎ手は子供から年配の方まで実に様々。え、重くない？重くない。これ12キロだよ。神社まで約2キロメートルの道すがら、沿道は多くの見物人であふれ、担ぎ手に声援を送ります。大漁を願う祭り、ここの人なので、ちっちゃい時から、はい、自分の子供にもちょっと見せようかなと思って来ました。かけよ祭りは自然の恵みへの感謝、住民も一体となった地域社会に根ざした祭りです。人で埋め尽くされた参道を、マダラ担ぎの行列は境内に向かって上がっていきます。神殿前にずらりと掛け備えられた魚体の様は壮観。伝統ある奇祭の名にふさわしい光景です。神事が終わると神社向かいの公園でイベントが始まります。かつて海で遭難した漁師がこの地の人に助けられたことに感謝し、タラを振る舞ったことにちなんだタラ汁イベントも。
食があっという間に人々の胃袋に。はい、いいえ、はい、あ、あ、あ、学校。冷えた体を温めてくれるたらし湯。その味は。あ、美味しいです。止まります。すごい美味しいです。出汁がすごいです。出汁。うん、すごい美味しいですよ、お魚の出汁が。マダラを神社に奉納祈願し、熱気と笑顔で竹お祭りも竹縄。にかほ市民にとってタラは神の魚。古来より生活に密着した漁村文化そのものでもあるのです。その他にも秋田には郷土に根付いた独特の食文化があります。ここからは秋田ならではの郷土食をご紹介。まずは豪快な石焼き鍋から。魚介、野菜を入れた味噌仕立てのだし汁に焼けた浜石を入れると一瞬で沸騰します。食材の旨味を一気に封じ込めます。あったまる。漁師が生み出したとも言われる石焼き鍋で体の芯からポッカポカ。かやき鍋。大きなホタテの貝殻を鍋代わりにし、季節の魚や野菜などをだし汁で煮込む。貝焼きがなまってのかやき鍋。見た目も楽しいかやき鍋をぜひどうぞ。男鹿の珍味として人気の高い棒穴子。ブリッとした身とカリッと香ばしい皮目がうまい。独特の旨味がじゅわっと口の中に広がります。レアな味わいをご賞味ください。エイのヒレ。県民からはカスベと呼ばれ愛される食材を唐揚げに。サクッとした衣とコリコリとした食感がたまりません。赤もくという海藻のたたき。発祥の地秋田ではギバサと呼ばれ昔から食べられてきました。今や全国区の海藻。その特徴は何といっても超強力なネバネバ具合。ポン酢や三杯酢をかけ箸でくるくるとかき混ぜ、あったかご飯にかければギバサ丼。つるるっとかき込めば喉越したまらない美味しさです。秋田のソウルフードをご堪能ください。秋田ならではの美味しい料理の数々、ぜひ食べてけれ。そんな郷土の味にたどり着ける場所、それは秋田駅から徒歩3分。秋田の台所として地元住民はもちろんのこと、秋田市外から来た買い物客のお腹も満足させてくれる秋田市民市場。台所の朝は早く、開場時間は朝の5時。早朝から皆さん元気よく働いています。外はまだ薄明かり。そんな中、新鮮な魚たちがずらりと並べられていきます。足を止めたお客さんは興味深そうにじっ
くりと魚を吟味している様子。こっちはね、1500円。これも市場ならではの醍醐味。お客さんに市場について聞いてみると、いかがというか、ね、活気があってね、元気がもらえそうな場所かなと思ってます。やっぱり魚食いものな、新しいものな。今日はタラコとか新作とか、イガとか、富士下とか、300匹。日本の街が活気あるというか、いろいろな魚が見れるということだかな。そう話できるし、でも面白いよな。お客さんとの会話はほとんど秋田弁。気さくに話しかけてきてくれる市場のお母さん。あ、なんだびっくりしたね。なんだ昔ながらだ。どの杉だか杉だすな。だ、食べる。ね、これ食べる。県外の、はい、関西からちょっと来まして。関西って大阪が。はい、大阪です。はい、ほら、はい、ありがとうございます。この初めてです。どこテラピモ、芥川から読み込もらえばいい。読み物ね。ああ、美味しい。美味しいです。魚の売り買いだけではなく、人情や風情を感じさせてくれる場所。市場が満たしてくれるのはお腹だけではなく、心の中もほっこりと満たしてくれるのです。八峰町八森漁港の中にある八森観光市。土日ともなれば多くの家族連れなどであふれかえる人気の市場。どうぞこちら。赤照り一つお願いします。よし。何として食べるんですか。あ、いろいろ方で焼いて。焼いて食べるわ、はい、じゃあ下処理しますね。お願いします。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、これと、はい、はい、私と醤油はテーブルについてます。はい。購入した新鮮な魚をそこにある囲炉裏で炭火焼きできる贅沢。美味しい魚と出会える場所。秋田にはこの他にもたくさんの市場が生き生きとしています。ぜひ足をお運びください。安定・持続可能な漁業を秋田で実現するため、日夜試験研究を行っているのがここ秋田県水産振興センター。どのような取り組みをしているのでしょうか。水産振興センターの仕事は大きく分けて4つの柱があります。1つ目は、ハタハタやカレイ、マダラといった魚介類が特にどのくらいいるのか、そしてそれを、どのような取り方をすれば安定的に取り続けることができるのかという研究を行っております。2つ目は、トラフグとかキジハタといった価値の高い魚、これを人の手で増やすための栽培原料の技術開発を行っております。
3つ目は桜マスやアユといった釣り人に人気のある内水面の魚、これを守り取る、ための、試験研究を行っております。そして最後に、そういった試験研究とそれから漁業者とか漁協の皆さんと結ぶパイプの役目をする、普及、事業というものを行っております。これが水産振興センターの大きな4つの柱です。こちらはアユの稚魚の出荷作業の風景。魚を守り増やす上で欠かせないのが栽培漁業。魚とか、カニとかエビとかっていうのは生まれて間もない時に、ほとんどが、天然では死んでしまいます。でその一番弱い時期を人の手で守ってやって、それを海とか川に放して稚魚を増やそうというのです。で、この時期はアユの種苗生産というものをやっております。で、アユの、種苗を作りまして、それを県内の、中間育成の業者の方々に、販売しまして、そしてそれを、ある程度大きくしてから、春には、各県内のいろんな川に放して、そして、大きくなって釣り人の人に取ってもらおうというものです。世界でも稀に見る自主的な全面禁漁でハタハタの漁獲量回復に成功した秋田県。秋田の豊かな海を次世代に残したい。水産振興センターの挑戦はこれからも続きます。ほーら来た来た魚来た。